and peace of the sun!高宮教授、光の種とは一体？1999年に光の玉が降ったという事件を知っていますか？ええ、確か日本の北方に落下したと。彼女の調査通り、その光の玉から生まれたのがカムイ島だとすれば、この光の種こそまさしく大いなる光の核とも言うべき存在。必ずラファエル打倒の切り札となるはず。しかし、この小さな光が本当にあのラファエルを。見て、これだけ微量にもかかわらず中心部では活発な原子核反応が起きているわ。これはまるで小さな太陽。私たち兄弟が遊び場にして育ったあの大樹の下に太陽が眠っていたとは。リザ博士、数式をモニターに出してくれ。ええ、これに光の種の元素化学式を。これは前だけに戦わせはしない。これからは私も一緒だ。お兄ちゃん、来てくれたのか、シャドウ。カレン、お前も我々と運命を共にしようというのか。カレン、私も司令省の一人。当たり前じゃないか。大いなる光は発見できたのですか？うん、高宮教授に渡しておいた。小太郎兄ちゃんに？あの光の種がまさしく希望の光となるかどうか。光の種？てっぺ、お前の兄も自力で輝ける男。教授なら必ず。少なくともラファエル打倒の糸口は広がった。もはや我ら司令省のなすべきことはただ一つ、死力を尽くして天命を待つのみ。司令省が共に戦うも、これが最初で最後。たとえ仲間の屍を乗り越えようと、ラファエルを止めなければ。マックス、バトルモード。はい、北斗様、バトルモードにチェンジします。全てのシールドを前方に、メインレーザー 50% 出力でタワー下部に発射。はっ。ふう、すげえじゃねえか。北斗、あの中には兄ちゃんたちがいるんだ。忘れないでくれよ。心配はいりません。今のはほんの挨拶ですよ。あの程度でタワーを直撃できる相手なら苦労はしません。さあ、行きましょう。シャドウ、ラファエルは手強いぞ。決して油断するな。
お兄ちゃん。シャドウ。そう。カリンが、カリンが子供たちと元気にしてるから心配しないでくれと。カリンが伝えたぞ。行け、シャドウ。フォア様。遅れを取るな、ジュテーム。はい。数式が消えて、どういうこと？この数式はラファエルそのものと言ってもいい。それが消えていくということは。北斗様、タワーの防御システムが。先ほどの挨拶がメインコンピューターに届いたということです。それだけ高宮教授の仕事がしやすくなるということですね。北斗様、危険です。中へ。構いません。マックス、全レーザー発射。高宮教授、ガードシステムが新たに、ラファエロが小さく分裂を。それはラファエロにとってもういらない部分。あの恐ろしい姿の中に真のラファエロがいる。そのラファエロこそがあのメインコンピューターと機械皇帝の頭脳と一つになろうとしている。それを許してしまえば。止められる。その最後の希望がこれだ。メサイア・フィスター。これは光の種の元素化学式。全ての数式が消えて残ったのが。そう、これこそラファエルを倒す答えだ。この光の種こそラファエルを倒す唯一の希望の光。でもこれはあくまで机上の計算でしかないわ。一体どうやって。光のエネルギーが太陽を超えた。希望の光はもう一つ、この眠れる光の種を目覚めさせることができるのは鉄平しかいない。リサ博士、私はこれを鉄平に渡しに行きます。君はここでアシストをしてください。でも外は新たな防御システムが作動して危険。このままラファエロと機械皇帝の融合を許してしまったら、人類は。そんなこと私は決して許さない。ラファエロがコンピュータールームに侵入。外のラファエロはただのガードだ。
真のラファエル本体はタワーの中心を登っている。この部屋から一番早く外に出られるところはナンバー305バルコニー2ブロック上よ。よし、伊佐博士、ドア開けてください。待って、今外の防御システムをぶっ飛ばすから。ぶっ飛ばす。新しいシステムを解除するよりコントロールの効くレーザーを使った方が。ね。ラファエルの最終形態、それがこの球体。そういうことらしいな。あ、メインコンピューターと一つに。ダメ、そんなことさせない。二つの黒い悪魔、まさしくこの世で考えうる最悪の形。北斗様、ラファエルがシールドを張りました。そして機械皇帝の頭脳か。させるか。行くぞライド。はい、ジュテーム。はっ、行け、シャロウ。あ、マックス、突き破れ。シールドはエネルギーをそのまま、いやそれ以上の威力で相手に跳ね返してくるぞ。ラン・ファー。中宮教授、これは。俺にくれるな。今さら何を言っている。お
前の命と俺の命は二つで一つのはずだ。俺たちは一心同体。そうだろ、鉄平。そうだったな。育成俺の最高の相棒、バディ X。 ああ光の鉄拳、シャイニングなんて。誰よりも眩しく。お前なら、お前ならきっと超えられる。勇者鉄平、炎の中で今そのカプセルを開かん。時同じくして傷つきし司令所、再び立ち上がり。どうしたライド、こんなことでくたばる気が。とんでもないロン様、まだまだこんなことではこのライドをびくともしません。ジュテームよ、何度燃え尽きようと不死鳥となって羽ばたき、このフォーと共に戦うのだ。はっ、フォー様。さあマックス、行きましょう。はい、北斗様。シャドウ、前には何もしてやれなかったな。許せ。何を言ってるの、カレン。これからじゃない。そうだな、行こうか。うん。ラファエロを囲む司令所、その姿こそ教授高宮が見つけた光の種の原子核と同じもの。これは、この真ん中の光は、その光こそ勇者鉄平の輝き。燃えろ、俺の中に眠る太陽の影だ。ハッピーソブザサン。太陽、太陽。人は誰でも太陽のかけらを持っているもの。ただ人々はそれを知らないだけ。でも
いつか全ての人々の太陽のかけらが共に輝き、この地を照らし出す時が来る。いつか